ここからは、ギターの弦のように、現実にある物体で起こる波について説明します。逆に言うと、ここまでは、無限に広い場所や、無限に長い直線上、波が伝わっていく場合の話が中心だったのです。そこには大きな違いがあるのです。無限に広い場所などの場合には、一つの波源から発生した波は、行ったきり、になるのですが、ギターの弦のように、両端があるような場合には、一つの波源から発生した波が、端で跳ね返ってきて、波同士が重なり合うので、話がややこしくなるのです。だから、現実に、ロープの端を揺らしてみても、なかなか綺麗な波が作れないのです。このボタンを押して現れる画面で、横波実験を押して、右端のボールをマウスで掴んで動かしてみてください。どうでしたか？自分の思う通りの形の波にすることは難しいですよね。先生、でも、ギターの弦を弾いた時には、弦は綺麗な形に震えていますよ。どうしてですか？おお、素晴らしい。いい質問です。その通りです。ギターの弦は、綺麗な形で振動します。この単元で説明することは、その部分なのです。ギターの弦を弾くとき、強く弾こうが、弱く弾こうが、早く弾こうが、ゆっくり弾こうが、鳴る音は決まっています。これは、弦の質量や、弦を引っ張る力の大きさ、弦の長さ、などが決まっているとき、その弦には、特定の振動だけが現れるように決まってしまうのです。そのような振動を、固有振動、と言います。逆に言うと、この弦を弾くと、400Hz の音が出るとします。そのとき、このような振動する機械を使って、それとは別の振動数、例えば、430Hz の振動で震わせようとしても、この弦はちゃんと震えてくれないのです。では、どうして決まった音しか出ないのでしょうか。その説明をします。この長さの弦があったとします。両端は固定されています。だから、弦は、このように振動するのです。このような震え方をすることはできません。つまり、両端が節になります。ここで気になることがあります。両端が節になっていればいいのですから、このような波や、このような波も考えられますよね。はい。実際に、このような波も同時に起こっているのです。ええ、先生。弦は一本なのに、波が何種類も同時に起こるって、それは無理というものじゃないですか？素晴らしい質問です。このような大きな波と、このような細かい波があれば、このような形で、波の背中に波が乗っかったような合成波になるのです。うふ。無理やりな形ですね。でもわかります。わはは。そうですね。そして、この、一番シンプルな形が、その弦から聞こえてくる音として、
一番大きいのです。